テポドン1号は、朝鮮民主主義人民共和国が開発した、テストベッド用の弾道ミサイルのプロトタイプである。射程が 2000km 程度と見積もられているため、中距離弾道ミサイルに分類されている。北朝鮮の地名に由来して、西側では、大浦堂と呼ばれ、その後現れたより、大きなミサイルとの区別のために、テポドン1号と呼ばれている。一方、 北朝鮮での人工衛星打ち上げ用ロケットとしてのテポドン1号の正式名称は白桃山1号であり、平壌の博物館には1998年に光明星1号を搭載して発射したとされる白桃山1号と2009年に光明星2号を搭載して発射したとされる銀河2号の模型が並んで展示されている。なお、統一日報では白山号について 銀が一号という故障で報じられたこともある。2003年にはアメリカ国防情報局が米議会に対して我々は平壌が北朝鮮国内用の地対地ミサイルとしてテポドンを配備しようとしているという情報は得てはいない。我々はむしろこの運搬手段が多段階ミサイル技術の開発用テストベッドであったと考えていると報告した。テポドンは全重量 約21.7トン、全長27メートルの3段式液体燃料ロケットである。第1段ロケットはノドンを用い、第2段ロケットは北朝鮮で開発した改良型スカットシート見られている。1998年の死者の際にはさらに固体燃料ロケットが追加されていたとされている。実験で用いられたテポドンを弾道ミサイルとして運用した場合、 最大射程は2000から 2500km 程度となり、ペイロードは1トン程度と考えられている。セップは 3000m 程度であろうとされている。しかし2013年現在、配備されているという情報はなく、多段階ロケット技術の獲得のための施策だったと考えられている。1998年8月31日に、環境北道下大具前水橋里から東へ、 発射され、津軽海峡付近から日本列島を越えるコースを飛翔した。当初は自衛隊レーダー情報の解析から着弾予想地点は秋田県北部沖とされていたが、後に第1弾目は日本海に、第2弾目以降は太平洋に落下していたことが判明した。さらに、固体燃料とみられる第3弾目も存在し、点火され短時間飛行していた。 大渕恵三首相をはじめとする日本政府、マスコミは日本上空を飛翔し太平洋に到達するミサイルを北朝鮮が開発していたことに衝撃を受けた。海上自衛隊は護衛艦を落下地点に派遣して飛翔体を捜索したが発見することはできなかった。このミサイル発射実験を受けて日本政府は情報収集衛星とミサイル防衛システムの導入を決定した。 2003年に一期目の情報収集衛星が打ち上げられた。発射から数日後に北朝鮮は発射時の映像を公表し、人工衛星の光明星1号ロケット白頭山1号を用いて打ち上げ、衛星の軌道投入に成功したと発表した。しかし、他国の宇宙開発機関や軍事機関によって軌道上にあるとされる衛星の存在は一切確認されておらず、 国際社会では、光明星1号が、軌道に投入されたとはみなされていない。防衛白書平成24年度版防衛省、自衛隊、再検察、十17から19ページ。ISBN 978から49億542万8268。ありがとうございます。